BMW が未来的なコンセプトバイクを設計しました。自らバランスをとって自立し、人工知能で周囲の環境に対応します。スマートグラスには方向や気象警報、バックカメラの映像が表示できます。BMW によるとバイクのシステムがライダーの安全を守るためヘルメットは不要です。車雑誌オートカーの編集統括ホルダーさんです。ヘルメットなしでも安全だとなるには路上のすべての車が自動運転で衝突の危険性がないよう互いに更新し合っていないとなりません。BMW はこの技術を使った理想の未来に目を向けています。どのメーカーも30年から50年は先のことと考えているでしょう。それでも挑戦しているし技術的に可能だとメーカーは思っています。もし可能でも、ヘルメットなしの自動運転バイクを公道で行政が許可するまで何年もかかるかもしれません。